のびのびクリニック。お次の方どうぞ。はい、のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたのわかりエッチな悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。どうぞよろしくお願いします。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介します。久米村直子先生です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。そしてナースの桂ぽんぽこちゃんです。はい、私の甘栗抜けちゃいました。桂ぽんぽこです。はい、ぽんぽこちゃん、ぽんぽこちゃん、はい、元気ですか？ちょっと腰を使いすぎてぎっくり腰なんですけど元気です。そうなんですって、はい、ぎっくり腰になったんですってね。はい、何してたんですか？ちょっと昨日の晩頑張りすぎまして。頑張りすぎちゃった。頑張りすぎたんですね。はい、ということで今日お電話で。はい、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ナースをしながら落語家をしているぽんぽこちゃんです。はい、さあそれではお願いします。今日のですねお悩みをいきたいと思いますけども、芦屋市のコスモスさんからいただきました。ポンポコさんの一言にいつもドキッとしています。私の悩みは、彼がラブホの近くでしかデートしないことです。ラブホテルの近くでしかデートはしない。はい。いつも食事をしてラブホとお決まりのパターンなのですが、いつも行くラブホの徒歩圏内に3パターンくらいあるんですが、そこで集合をします。集合。あのラブホに行くんだなと思っちゃいます。彼は自分で段取りを決めたい人なので、いつも彼が集合場所や店を決めるのですが、こんな彼、皆さんはどう思いますか？っていうことですね。まあ食事をしてラブホっていうのはもうこれはもう決まってるんですよね。はい、なんかでもこれなんかドキドキ感がなくなっていくんじゃないかなって思うんですけど、うん、そう思いますね。うん、え嘘でしょ、今日ラブホ行くのとかっていう方がね、なんかドキドキしていいんじゃないですか。ぽんぽこちゃんどう思いますか、こういう彼は。すごい、でも気持ちはわかりますね。まあ、ねもうやりたくてしょうがないんでしょうね。やりたいんでしょうね。やりたくても頭の中それ以外考えられないんですけど、もう食事なんて、はい、どっちかって言ったらもう食事はもうこれぐらいでいいかなって。あ、そうですそうです、ついてで早く店出てあのラブホに行きたいとかって思ってるんでしょうね。行きたくてもね、あの徒歩圏内にあるそうですよ。食事するところから歩いて行けるところ、うん、一応でもラズホでご飯を済ませないだけ彼はまだ優しいですよね。あ、今ラブホで食事ができるんですか？あ、できますできます。なんかあのあれみたいですね、カラオケみたいですね。あ、そうです、結構美味しいです。すごく美味しいんですか？美味しいです。どんなものがあるんですか？前は本当に冷凍食品ばっかりだったんですけど、今は割とそのデリバリーもできますし。おお、じゃあそれこそ近くのお店から、うん、あ、そうです、ね、運んでくれるんですね。はい、あ、それ熱々で美味しいでしょうね。美味しいです。熱々。いや、なんかあのおうどんとか なんか焼きそばとかなんか伸びてるのって嫌じゃないですか？でもそんなラブホテルのデリバリーでおうどんって力出ます？そうですね、ちょっと今おうどん食べたかったもんで。力出なさそう。そうです、はい、ごめんなさい。
ポンポコちゃんだったら、はい、彼にどんな風に言いますか？あ、ポンポコちゃんが彼女で、はい、彼にはどういう風に言いますか？でも彼が、その自分で計画立てたいのはわかるんですけど、たまにはちょっとやってもらってばっかりで悪いから、私がデートプラン立てたのって言って付き合わせて、でそれでも彼がホテル行きたくてしょうがないっていう風にさせるのもいいと思います。で今日はお預けって。お預けをさせるんですね。はい。ポンポコちゃん上手にさせますよね。上手。お預けさせられたらもう余計にラブホ行きたい、ラブホ行きたい、我慢できない、もう動物みたいになるんじゃないですかね。え、お預けされたらもう行きたくて行きたくてしょうがないんでしょうね。そうなんです。面白いねえ。先生はどうですか？久米村先生は何ですか？こういう彼だったらどう言いますか？私徒歩は嫌だ。歩いていくの嫌、うん、あ、目がありますからね、うん、先生の場合ね。そうね。あ、久米村直子今からラブホに、あ、入った入った、久米村直子ラブホに入ったとかなんちょっと今の競馬みたいじゃない入った入った入った入っ た, 入った、あ、角曲がりました中継されたりとかして。本当ですよ。だから毎回徒歩圏内は嫌ですね。毎回嫌で、徒歩っていうドキドキも1回ぐらいはいいですけど嫌ですよね。車とかちょっとね、もうちょっとそうですよね。私もあの彼が、はい、あのタクシーです、あのそのラブホ街に行ったんですけど、ええ、ダメダメ今日はダメって私が言ったんですよ、ええ、何を言ってんだここまで来てるのにとかっていうタクシーで、タクシーの中でで喧嘩して、ええ、でも分かったよとかって言いましたね、ええ、であのスッとあのラブホ街をぐるぐるってこう2回ぐらい回って帰ってきました、ええ、運転手さん困ったでしょうね、でもメーターは上がってましたから大丈夫です、ねええ、いろんな彼がいますね。本当ですね、面白い。でも私が今日はプランを立てましたとかっていうのもいいですね。すごいですね、いいと思います。いい考えですよね、うん、もう一つ言っていいかな。いいみたいです。いいみたいですか、はい、これは神戸市中央区のゆかさんからいただきました、はい、最近彼氏ができました。彼は職場の同僚ですが、あまり仕事ができずにいつも私がカバーをしています。そんな頼りない彼ですが、優しいところが好きです。でもこっそり付き合い出してエッチもするようになって、最近彼の態度が大きくなってきたような気がするんです。職場では相変わらず頼りないのに、部屋では偉そうにします。なんかちょっと複雑になりました。これはどういう男心なのでしょうか。ゆかさん、もう頼りない、仕事はできないんですよね頼りないんですけども、でもなんかエッチをしてからなんかこう偉そうになってきたという、よくあるパターンですかね。そうですね、よくある。直子先生なんか、はい、こういう男性とお付き合いしたことあるんですよね。ないですないんですか、こういう男性。まず同僚と付き合ったことないですから。あ、同僚と付き合ったことないんですか。ないです。なので仕事ができない同僚がエッチをしてから態度が大きくなるっていうのをちょっと経験してみたいですね。してみたいんですかしてみたいです。してみたいんですか。してみたい。そうなんですか。はい、うん、でもなんか嫌ですね。私はこういう彼は嫌ですね。嫌ですね。ポンポコちゃんはこういうタイプの彼は私はでも割とそういう人好きです。あ、好きなんですか。はい、ダメよみたいなのが可愛いなと思っちゃいます。あ、可愛いな。これ年下だったら可愛いでしょうね、うん、そうですね。でも同い年だったらちょっとイライラしません？でももうなんですかね、職場での格好悪いところも含めて、
なんか可愛いなって。やっぱりね、あのポンポコちゃんは母性本能がね、うんうんうん、ありますね。ねえ、うん、私にはないですね。私にもない。まだ私おっぱい出ないんで。私も出ないです。出ない。ええ、吸い合います？吸い合う。私のおっぱいを久米村先生が吸ってくれて、ええ、私が久米村先生のおっぱいを吸うっていうの。順番に？順番に。一度にはできないですもんね。え？一緒に一度にはできないですもんね。一度も練習したらできるかもわからない。できないですよ。オリンピック競技ないかしらそんなの。あったらすごいですね。吸われた方が負けみたいな。ちょっと私の伸ばさないとダメ。いいですよもう。そうですか、ごめんなさい。ポンポコちゃん、どうですか、はい、こういう彼はどうしたらいいでしょう。私でもまだね、職場じゃなくってプライベートなところで偉そうにする分には全然いいと思うんですよ。あ、これがなんかその勘違いして、はいはい、たまにいませんか、なんか偉い師匠方とすごい若手の女の子が付き合ってて、はい、後輩で入ってきた時に入ってきたのに一回やったらすごい職場で態度がでかくなった人っているんですね、近くに。何人か結構見ててあ、やったなっていうのがあ、それがわかるんですね。わかります。すごいダダ漏れなので。ダダ漏れ。はい、なのでもう二人で職場ではもう相変わらず仕事できなくって、うん、ダメダメでもプライベートで偉そうな分に私可愛いなと思うんですけど、うん、職場でも偉そうにするようになったらもうちょっとダメですね、お別れ時というか。そうですよね、はい、いやーでもね、面白いね、いろんな悩みがありますね、はい、今日は2つご紹介できました。はい、このお二人にはですね、芦屋市のコスモスさんと、中央区のゆかさん、信子から素敵なグッズをプレゼントしたいと思います、はい、来週もあなたの明るいエッチな悩みをお寄せください。濡れせんべいより硬い方が好き。私濡れせんべいが好き。はい、のびのびクリニックでした。